次にに浜浜村村公明党の浜村進でございいいままますす、ま、ず武田大臣にお伺いいたしますガバメントクラウド上で提供される標準化対象の17の基幹業務、いわゆる標準準拠システムでございますけれども、3月17日の内閣委員会におきましては、平井大臣から、基本的に地方自治体が独自にやっているような政策に関して、それを制約するというようなことは全く考えていません。 との答弁がありましたで本日、武田大臣に確認したいことは、地方自治体がガバメントクラウドを使った標準準拠システムに機能追加する場合の費用負担についてでございます。で、えー、実はこれまでの総務省答弁では、ちょっと半然としないなと思っておりまして、私の理解では、えー、標準準拠システムへの移行の経費については国が全額負担する。で、令和2年度3次補正予算で、 1509億円、これがあのガバメントクラウド移行の調査準備、あるいは実際の移行経費、これは j i s に基金として、えーまあ、国費10分の10で積算されている、でこのこと自体、私はまああの適切だなと思っておりますし、これ、自治体の皆様は現実的に令和5年度から7年度の間に載せていくと。 いいいうようよな計画だと認識しております、まあ、この点はいいで,すで、すその上で、何度もお伺いしてるんですが、なかなかあの議論がかみ合ってこないなと思っているのが、えー、標準準拠システムに搭載できないようなもの、所得基準が国と違ったり、給付額を上乗せして給付されていたりするような、地方自治体で独自施策やってらっしゃるところ、この点についての経費が、 なななかなか名言がいいいととうことでございます、えー、まあ平井大臣からの答弁などでもあったんですが、パラメーターの変更だったり、アドオン、API 連携、これでどこまでやるんですかという議論はありますが、これは標準準拠システムを作っていく中、準備、対応していく中で、えー、まあ整理されていくことなので、現時点ではわからないと思っています、どこまでが搭載されるか。これは 考え方、今後、整理をされていかれるべきだと思っています。で、その上で申し上げたいことは、今でも自治体の独自施策をやってきていて、それが標準搭載されない場合、これは当然、国費で私は負担すべきだと思っています。これはシステム移行の範囲内の話だと思っているんです。で、その上で、将来的に地方自治体の判断で独自施策を実施するというような場合は、 これ普通交付税の範囲内で実施するかどうかの判断も含めて、これ自治体がちゃんと判断すればいいというふうに思っております。こうした認識を私は持っておりますが、ガバメント大臣に伺いますが、武田大臣に伺いますが、ガバメントクラウドの利用後も、地方自治体は独自施策を実施できると考えていいのかどうか、伺います武田総務大臣。 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案では、まず事務処理の内容が各地方自治体で共通し、統一的な基準に適合する情報システムを利用することが、住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務を対象としております。それ以外の事務のための情報システムについて、基準を定めるものではなく、 地方自治体の相互、相違工夫や、地域の実情を踏まえた独自の取り組みは、引き続き実施可能と考えております。その上で、現在、各地方自治体の情報システムに要する経費につきましては、財政措置が講じられておりますが、今後もご指摘の地方自治体の独自施策も含めた各種施策について、 行政運営上、支障が生じないよう、その実態も十分に踏まえながら、適切に財政措置を講じてまいりたいと考えております浜村君。あの大臣から、適切に財政措置を講じてまいるということでございますので、地方自治体の皆さんは、もちろん、標準準拠システムを使っていただきたいということはございます。標準化化でできるるととこころろ共通化でえ乗っかれるところは大いにある このように考えておりますが、その上で、独自の施策というのは、これまでもやってこられたわけですから、そうしたものについては、国の標準システムにも反映されるような取り組みもちゃんと考えていきなさいというのは、地方制度調査会でも提言、答申か、答申の中で明記されていることでございますので、 ぜひ取り組みをお願いいしたいと思っておりますあの若干ですね、このあたり、標準化にのれのれのれみたいな話ばかりが先行しているように見えるんですけれども、使えるものは使って、地域の特色に合わせて、あるいは地方議会でまあ了解を得られた施策については、ちゃんと地方の、地方自治の本主に基づいて、しっかりやっていってくださいねということが、 あの本筋であるということであろうと思っておりますので、この点をまあようやく確認できたかなと私は思っております。ありがとうございました。で、続いて LINE の話、まあ、セキュリティの話も含めて、ちょっとお伺いをしていきたいと思いますが、はい、結構でございます。あのまず、個人情報保護委員会に聞きますが、 個人情報保護法に基づいて LINE 社に対して、えー、昨日までに関連資料の提出を求めていたという認識を持っておりますが、小、まあ、上位として検証した上で、必要であれば法的な措置を行うことを検討するということと聞いておりますが、まあ、内容を伺います。個人情報保護委員会事務局長、福浦祐介君。 今回の LINE の事案につきまして、個人情報保護法の観点から、確認を行うべき観点は主に2点考えられるところでございます。1点目は、外国の第三者への個人データの提供にあたって、本人の同意を取得するか、または日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を、提供先が整備していることを確認することが求められているところでございますけれども、これが適正かどうか。 また2点目でございますが、個人データの取り扱いを別の事業者に委託または採択する場合には、委託元におきまして、当該委託先における個人データの安全管理について、監督を行うことが求められておりますが、これが適正であったかどうか。これらの点につきまして、事実に基づき調査を行うべく、社外費の情報も含めまして、必要十分な資料を確認するために、 3月19日にに個人情報報保護法に基づく報告聴取を行ったところでございます今後、事実に基づき、検証を行う必要があるため、現時点では、個人情報保護法の観点から適否を述べることはできませんが、LINE は官民幅広く公私にわたり利用されているため、関心や懸念の声も高まっておりまして、国民からの関心も高い事案であることを踏まえまして、引き続き迅速に対応してまいりたいと考えております。 浜村君じゃあ、あの小定位におかれましては、引き続き適切に行っていただきたいとお願い申し上げます。で続いて総務省に伺います、えー。電気通信事業法に基づいて報告を求める報告徴収という措置を、えー、行うということで認識しておりますが、まあ、その目的とですね、LINE 社からの報告時期等と内容について伺います。 総合通信基盤局長、竹内義明君お答えいたします、電気通信益務の円滑な提供の確保、および電気通信益務の利用者の利益を確保する観点から、3月19日、LINE 株式会社に対しまして、今回事案の経緯および詳細、個人情報および通信の秘密の保護等にかかる支障の発生の有無。 そして個人情報および通信の秘密の保護等のために、必要な体制の確保状況等について、電気通信事業法に基づく報告を求めたところでございます。同社に対しましては、4月19日までに報告することを求めておりまして、総務省として、同社からの報告内容も踏まえまして、速やかに必要な対応を検討してまいりたいと考えております浜村君。 総務省も4月19日にこれ提出期限を切っているので、この内容についてまた報告をいただきたいと思います。続いて金融庁に伺います。LINEPay についてでございますが、 とですね、取引情報について、えー、韓国にあるデータセンターに管理されていたということで、えー、認識しています。でえー、これ、通信についてはあの暗号化されているんですけれども、決済情報についてデータは暗号化されずにデータ保管されていると認識しています。LINEPay、えー、はです、ねえー、資金決済法に基づく資金移動業者でございますので、えーまあ、データセンターが海外にあること自体は別に、 特段の制約は受けないんじゃないかなというふうに思っているんですが、まあ、ちょっとわからないので、確認的に伺いますが、資金決済法上の制約は何かございますか、でもう一点、またあの個人情報保護法上のデータの影響移転については、どのように把握されているのか、伺います金融庁総合政策局参事官、田原康政君。 お尋ねの資金決済法上データセンターが海外にあること自体ということでございますが、これ自体が禁止されているわけではございません。一方、資金移動業者につきましては、利用者に関する情報の安全管理、従事する従業員、あるいは委託先の監督について、 情報の漏洩等の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じるる義務とといいいうもののが課されているところでございます情報の適切な管理というのは、個人情報の保護ですとか、金融機関の信頼確保の観点から極めて重要であるということでございますので、現在、金融庁から l i n e p 社等に対しまして、金融業務に関する情報の管理状況について報告を求めているところでございます。金融庁といたしましては、金融機関において適切な情報管理体制の確保が図られるよう、適切に対処してまいりたいというふうに考えてございます。 하마 무라 군. あの金融機関の信頼確保のためにも非常に重要なことであると思いますので、今、確認されているということでございますので、あの適切に行っていただきたいと思います。LINE はいろんなサービスを提供されておられます、そういう中で、それぞれの省庁でですね、ぜ、え、ひ、ー、ともご確認されたいというふうにお願いを申し上げます。で、セキュリティの観点で申し上げたいと思うんですが、あの内閣委員会でも再三やってまいりましたが、ISMAP これは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度でございますが、クラウドサービス事業者に対しては、サーバー設置場所、別にあの日本国内に限るわけじゃなくて、国外でも構いませんよという話なんですね、その上で、国以下のリージョン情報として公開していると、3月12日に公表されたクラウドサービス,リス におきまししてては、えー、各社それぞれぞリージョンを記載しているんです、す、えー、これによって見てみれば、例えば Google クラウドプラットフォームであれば、アメリカのバージニア州とかジョージア州とか、台湾、オランダ、アイルランド、香港、ドイツ、大阪、東京、韓国、スイス、まあ、こうしたところも、いろんなリージョンを選べるようになっているんです。で まあセールスフォースであれば、パースとしてのサービスでございますが、これ、インフラストラクチャーとしては AWS に依存しているんで、AWS のリージョンでえ保管ということで、これ、IPA からの資料を見る限りでは、アジア・パシフィックということで、東京と大阪があるということでございました。で、その上で、クラウドサービス派生データについては、日本または米国で保管と記載されています。 でえー、さらに AWS、まあえー、クラウドサービスリストに載っている企業として、ねえー、申し上げていますが、AWS はアジアパシフィックとして東京と大阪がありますが、セールスウォースよりも詳しくです、ね、まあ、それは自社のサービスだから当然だと思いますけれども、クラウドサービス派生データについても、まあ、あの含めて、えー、ちゃんと記載されてて、 エッジロケーションを使用してコンテンツのコピーをキャッシュしてますというようなこと、まあ、これだけ言われてもよく分かんねえという人もたくさんいらっしゃると思いますが、私もその一人です。で、えー、その上で、あと国内の事業者もいらっしゃいます、NTT データ、富士通、NEC、KDDI、こうした国内企業さんにおいては、大体国内にあるとか、東日本と西日本とか、神奈川リージョンと記載があります。で 私、ここで一応、こんだけなんか詳しく言った理由は、理由がありまして、政府が求めるクラウドサービスの提供は、サーバー設置場所について、リージョンを国内に限定しているわけではないですよねということなんです。で、LINE の話をしている中で、気になっているのが、データローカライゼーションに向かっていませんかということなんです。 グローバルなビジネス環境の構築と逆行するんじゃないんですかということを申し上げたいと思っております。で冷静にちゃんと議論するべきだと思っておりますが、えー、そこでまた、スクに,に伺いたいと思いますが、えー、今回、LINE 社はですね、正当な業務として、LINE、まあ、社というのはちょっとごめんなさい、外します。えー、正当な業務として、中国の委託先100%子会社でもいいでしょうと、まあ、そういう委託先から、 日本国内のサーバーへアクセスして業務を行うことは、セキュリティ上の問題はあるのかどうか伺います、はい、内閣官房、内閣審議官山口智夫君、山智君お答え申し上げます。ビジネスのグローバル化、サプライチェーンの国際化に伴いまして、委員ご指摘のように、中国、これだけではございません、海外拠点から日本の国内にサーバーアクセスして、 構築、それから運用すると、こういう必要性が増しているということは承知をしております。一方、海外においては、インターネットの環境が日本の国内と異なる場合など、さまざまな要因によって、国内と同等のセキュリティが担保できないという可能性がございます。したがって委託元が意図しないようなアクセスをされたり、情報の接種をされるというリスクは否定できないというふうに考えております。 また、業務委託先のセキュリティ対策が不十分だった場合には、結果として業務全体としてのセキュリティの確保ができないと、こういう可能性、こういうリスクもあるとうふうに思っております。従いまして、その海外拠点のシステムから日本の国内にサーバーのアクセスをして、何らかの業務を行うというのであれば、その海外拠点と日本の国内のシステム構成などをちゃんと把握をして、脆弱性対策を行うこと。 からネットワークの改装化による多層防御やあらゆる接続における、接続端末における防御をちゃんと行って、当該システムの守るべき資産も把握をしていただくと、アクセス管理も必要でございますし、アクセス記録もちゃんと残していただくということも重要かと思います。必要に応じてこう委託先のセキュリティポリシーを把握をして、管理体制をちゃんと整備をしていただくと、適切な法対策を取っているということを確認をすると。 であの先ほど委員ご指摘のとおり、私ども ISMAP においては、データがその海外にあるということ自体は、それは許容されるべきだというふうに思っております。ただ、しっかり管理をしていただくということが重要でございますし、その海外の方々がどういうアクセス権限を持っているのかと、要はこう国内の,そのデータを勝手に使えるといったようなことがあってはいけないと,というふうに認識をしておりますので、このようなしっかりこう対策と管理を進めるということが重要であるというふうに認識をしております。以上 浜村君あの勝手にアクセスするんじゃなくて、ちゃんと権限を与えて、アクセスコントロールして、該当するデータの参照・更新ができるというようなことができていれば、別に構わないわけですよ。ではっきり言えば、そうした中で、データアクセスできる人に怪しい人物が入っているということがあれば、なかなか防ぎようがない、だからちゃんとログを残すというようなことをやっていただかなきゃいけないということだと私は思います。で あのそもそもです、ね、まあ、個別の企業の話をいろいろ言う必要はないんですが、まあ、LINE 社におきましては、過去においてはですよ、いろ、まあ、んな、どこの SNS もそうなんですけど、通信経路上の盗聴、まあ、ワイヤータップをされてです、ね、えーまあ、そうやってやっていれば暗号化されてなかったんで、えーまあ、セキュリティ上の問題はあったと言われておりますが、今はあの皆さんも、国民の皆さんが知っているレターシーリング、 で暗号化されてるわけですねで通信経路上のセキュリティについては問題ありません。で、えー、サーバー保管の生データについては暗号化するかどうかという話はありますが、これは負荷がかかって、えー、遅くなったりして、ユーザーエクスペリエンスに影響が出ます。まあ、これはトレードオフの関係ですということなんです。で、えー、最後に1点だけ、えー、伺いますが、えー、と。 時間がちょっとないんで、えー、終わりますあのにあのアメリカのニストの基準を目指しますということ LINE さんはおっしゃってるんですが、LINE、まあ、さん、今、いろいろ対応されておられます、であのまあ、そもそも中国でオフショア開発をさせして行っている事業者さん、たくさんいます。で え海外でなかなか同等のセキュリティ確保できないという問題はあるので、このあたりどう考えるんですかと、日本政府は、中国の国家情報法に対しては明確に対処方針は提示してないんです、ここは提示すべきなんです、で、提示もないままに市企業に任せているとういうことは、放射事案をまた誘発するよということなので、早急に取り組んでいただきたいと申し上げて質問を終わります。ありがとうございました 次に高井大